アレクサンドルイワノビチ・レベジは、ソビエト連邦及び、ロシアの軍人、政治家、中将、クラスノヤルスク地方知事、ロシア安全保障会議書記などを歴任した。博士共和国政府議長を務めたアレクセイ・レベジ、大佐は実定。1950年4月20日に、ソビエト連邦をロシア共和国のロストフ州、ノボチェルカススクで、労働者の家庭に生まれる。 1967年から2年間研磨校などをして働いた後、1969年に、ラザン高等空挺式学校に入学し、軍人として歩み始める。1973年に同校を卒業し、1981年まで同校に勤務する。同年アフガニスタン紛争に従軍する。1985年フルンゼ名将軍大学を、 卒業し、トゥーラ空挺師団長に任命されたことを振り出しに、各地の空挺部隊で司令官を務めた。トゥーラ空挺師団長時代には、アゼルバイジャンやグルジアの民族紛争に出動した。1991年のソ連8月クーデターでは、ドミトリー・ヤゾフ国防相の命令を拒否し、エリチン陣営に参加して、 ロシア共和国際公開2ビルを防衛した。ソ連共産党を離党している。1992年6月モルドバのソイドニエストル、中流軍司令官に任命され、ロシア人とモルドバ人の民族紛争にあたっては、調停者となった。1993年10月のモスクワ騒乱でも、エリツィンを支持した。しかし1994年12月チェチェン戦争が勃発した際、 紛争介入に関して国防省幹部を通列に批判した。このことも関係して1995年6月14日、同軍の縮小改送機に司令官を解任され退役する。政治的野心が非常に強かったレーベジは1995年4月にスココフ安全保障会議初期が中心となって結成したロシア人共同大会議に参加していたが、 退役した6月に同党の副議長に就任した。10月ロシア人共同大会議が主導して政治ブロック名誉と祖国を創設し議長に就任し、12月の会員国家会議選挙にトゥーラ選挙区から立候補し当選した。1996年2月2日より院内会派、人民権力に所属するが3月5日に脱退。 ロシア人共同体会議とも決別する。1996年6月のロシア大統領選挙に立候補し、第1回投票では、得票率14.52%を獲得し、第3位につける。第1回投票では過半数を獲得した候補者が、いなかったため、1位のエリツィンと2位のゲンナジージュガーノフの間で、決選投票が行われることとなった。 エリツン陣営は、霊ベジ票を取り込むために交渉し、霊ベジは選挙直後、エリツン支持を表明した。6月18日、霊ベジは、国家、安全保障担当大統領顧問権安全保障、会議初期に任命される。8月10日、チェチェン共和国担当大統領代理に任命され、チェチェン独立派のアスランマスハドフ参謀総長と会談し、 独立問題を5年間凍結し、国家としての地位は2001年に再度検討する、ハザブユルトは併合意に上院、第一次チェチェン紛争を終結に導いた。しかし、このことは、レーベジの独断選考でもあり、エリツィン及びエリツィン側近との溝は拡大する一方であったため、10月17日にすべての公職から解任された。再び反エリツィンに転じた、レーベジは、 12月、新党、ロシア国民共和党を結成し党首となる。1998年5月に、クラスノヤルスク地方知事選挙に立候補し当選。6月には、北か深す民族紛争調停のための例米時、ミッションを設立し、武装勢力の捕虜となっていた多くの、ロシア連邦軍将兵の救出に尽力した。2002年4月28日視察中に登場していた、 ヘリコプターが墜落し、事故死した。ありがとうございます。